皆さんこんにちは、まちかどレモンです。今日は私の家計簿の書き方についてご紹介したいと思います。以前動画でもご紹介したことがあるんですけど、この私が作成したパターンという家計簿があって、このような感じになってるんですけど、こちらが全てもう完売してしまったので、今回はこちらの基本のフォーマットのところを無料でダウンロードできるようにしたので、もしよかったら概要欄の URL からチェックしてみてください。このような感じで今回は書いていこうかなと思います。こちらについての書き方もご紹介していきます。それでは早速始めていきます。